高校卒業して、一旦は大洲の工場に勤めてたんですけど、リーマンショックどうしようかなって思ってる時に、いつもよくしてくれる先輩から声をかけられて、社長のとこに、阿部牧場の社長のとこに連れて行かれて、阿部牧場に入ることになったんですけど、はい、阿部牧場に入って妻とも出会って、今9年目で10月で10年目に入りますね。はい、やっぱお客様に飲んでいただいた時に笑顔で美味しいねって言っていただくことですかね。はい、観光に来てる方にこっちから話をかけて、明日のいいところをもっと伝えていけたらなとか思いますね。はい、やっぱ働きやすいですよね。あと知らない人でもなんか阿蘇はみんなあったかいのですぐ仲良くなれたりとか、そういう部分がとてもいいかなと思いますね。はい、そうですね、みんな優しいし、いろんなことを教えてくれるし、まあ自分に合ってるんだと思います。はい、入るきっかけもやっぱ会社で、ちょっと自分のステップアップじゃないけど、商工会青年部に入って、その地域の皆さんと一緒に何かできたらいいなと思って入ってます。同級生が8人ぐらいいますかね。みんな先輩方がとてもなんか熱い方が多くて、やっぱみんな地域のために何かをやろうと考えてらっしゃるんだなと思って、僕もそういうのから勉強してこれからやっていけたらなって思ってます。はい、挨拶、返事、後始末、やっぱ当たり前のことをきっちりやって、やっぱ自分の何ですかね、先につなげていってほしい。当たり前のことに磨きをかけていってほしい、そう思います。出会いです。どうしてその言葉になりましたか？はい、仕事もそうなんですけど、やっぱり妻とも出会って、やっぱ商工会との出会いも、商工会に入ったのもやっぱ会社に入って、やっぱ会社の人と出会ったりして、商工会青年部とも出会ったので、やっぱこの人生は出会いだと思っています。はい。